ダヴィンチリゾルブで標準エフェクトだけで枠を作る方法を紹介します。本当はフュージョンを使うといろいろ応用ができるのでおすすめなのですが、フュージョンが苦手な人、そしてそもそもフュージョンが使えない iPad 版をご利用の方には必見の内容となっています。また今回紹介する方法で作成するとサイズや色など調整可能なクリップになりますので、ものすごく便利な枠素材が作れます。実際ここまでしてフュージョンを避けてトリッキーな方法で枠を作るという解説動画は他にはなかったと思います。こんなテクニックはあるのかと思って参考にしていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。本チャンネルではダヴィンチリゾルブ初心者に向けたチュートリアル動画を投稿しています。編集に役立つ情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録と通知の設定をお願いします。また Kindle では電子書籍を出版しています。初心者が学ぶべき内容をまとめていますので、通勤通学中や隙間時間を使っての学習にとても適しています。ぜひこちらも立ち寄ってみてください。はい、では作戦に入る前に今回使うエフェクトを紹介したいと思います。まず1つ目、エフェクトライブラリを開きまして、タイトルにあるこのテキストプラス、これが1つ目で、もう1つはエフェクトタブのフュージョンエフェクトの中にある DVE、 このたった2つだけです。この2つを組み合わせて枠を作っていきます。ではまず下地になる背景をタイムラインに配置したいと思います。素材は何でも構いません。今回私は使うのはこちらの宇宙の背景を使いたいと思います。これは何でも大丈夫です。これをドラッグアンドロップでタイムラインに配置してください。そうしましたらタイトルの中のテキストプラス、これをこの上に配置してください。そしてこの配置したテキストプラスを選択しまして、インスペクターを開きます。そうしますとこちらにデフォルトで文字が入っていますので、これを消します。バックスペースキーで文字を消します。テキストプラスの設定はこれだけです。そうしましたら今度エフェクトの方を開きまして、この DVE を適用します。ドラッグアンドロップで先ほどのテキストプラスにドラッグアンドロップします。そうしますと DVE が適用されます。でこの DV は何かと言いますと、枠付きのワイプを作成するエフェクトになっています。通常は動画クリップに適用して、こういう枠付きのワイプを作る、まあ、そういったエフェクトになっています。今回はこの枠を利用するという、そういったテクニックになっています。はい、ではインスペクターを開きまして、フュージョンエフェクトを適用しますと、こちらにエフェクトというタブが選択できるようになります。こちらをクリックしますと、フュージョンのタブの中に DVE という項目が現れます。これが先ほど追加した DVE のエフェクトになります。ここでパラメータを変えていくことができます。はい、そうしましたら最初パラメータを初期値にしたいと思います。今このポジションとかサイズっていうのが値が設定されている状態になっています。で、こちらポジションのところ、名前のところをダブルクリックしてください。そうしますと 0.5、0.5 の初期値に戻ります。Z ポジションも同様にダブルクリックをしてください。そうしますと 1.0 の初期値に戻ります。今度はこの枠のサイズを変える方法を紹介していきたいと思います。エディットページですと、この右下のこちらのアイコンですね。これをプルダウンを展開しますと、この中にフュージョンオーバーレイというのがあります。これを選択してください。これを選択しますと、フュージョンのパラメータの一部をこのビューアー上で変更することができます。まあ、このように中心位置の変更やサイズの変更がこの画面上でできるようになります。例えば、サイズの変更ですと、まあ、このように変えたり、端っこを掴んで変更するとこのようにサイズを変えることができます。で、中心位置もこちら変更することができます。ちなみに矢印を押した状態で持っていくと、この軸方向に移動することができます。はい、このように自由自在にサイズを変えることができます。もし iPad 版をご利用の方は、こちらエディットページでこの作業ができませんので、その代わりになる方法を紹介します。まあ、こちらのパラメータですね。先ほどポジションのパラメータ設定しましたけども、こちらでドラッグして左右に移動させると、このように位置を変えることができます。で、サイズの方は下に行きまして、こちらボーダーですね。このボーダーを展開しますと、パラメータが出現します。このクロップウィルスとクロップハイト、こちらですね。これを変えることで、サイズを変えることができます。iPad 版をご利用の方は画面上で変更できないという不便なところありますが、このようにサイズ変更が可能です。で、その他パラメータもありまして、角の丸み、
これを入れますと角を丸めることができます。そして枠の色も変えることができます。こちらで、例えば黄色にするとこのように黄色の枠がつきます。でこの丸みをもっと大きくしていくと、このように円に近づいていきます。で幅を調整するとこのように円形の枠も作ることができます。そしてさらにその下行きますとドロップシャドウというのがあります。でこちら標準でドロップがついてるんですけども、ドロップをつけたくない場合にはこのシャドウの強度、これをゼロにしてください。入れた場合にはこの値を大きくしてドロップの距離とか、こういったものを調整して気に入ったドロップシャドウを追加してください。ちなみにこの色も変えられるんですけども、なぜかちょっとこれ変えるとこのように画面が全体がおかしくなってしまいます。おそらくちょっとこれバグかなと思いますけども、これは黒以外今使うとおかしな状況になります。影ですので、黒以外あまり使うことはないと思いますので、このまま黒を使っていただければと思います。そしてあとモーションブラーも入れることができます。これモーションブラーって何かと言いますと、アニメーションの動きに対してぼかしを入れる、そういった機能になっています。今こちらそのままではアニメーション動きがないので、このモーションブラーを指定しても意味がありませんが、例えばこちらの位置、これにキーフレームを設定します。一回これ中心に持っていきます。そしてここでキーフレームを設定します。でフレームを進めまして15フレーム目に移動します。ここで座標を変えます。そうするとこれでアニメーションが入ります。このように左から右に行くアニメーションが入ります。で再生ヘッドを途中に持っていきますと、見ていただくと分かるんですけど、このようにブラーがかかっています。モーションブラーですね。でこのモーションブラーをオフにすると、このようにくっきりした円のままになります。このように動きにモーションブラーを入れると、より動きが滑らかな映像のように見えるようになります。こちらお好みで入れていただければと思います。ちなみにこれあまり品質を上げすぎてしまうと計算の負荷がかかりますので、適度な値を指定していただくのが良いかと思います。では戻したいと思います。これも同様にポジションの名前のところでダブルクリックすると初期化されます。キーフレームも全部初期化されます。以上で枠が完成です。ただし枠の線の太さだけは変えられません。この後ちょっとした裏技で太さを変える方法を紹介しますので、最後までご視聴お願いします。では続いて再利用の方法を紹介したいと思います。再利用の方法は皆さんご存知かと思いますが、パワービンを使います。でパワービンの表示の方法ですけども、こちらメディアプールのところですね。こちらで点点点というところで、このショーパワービンというところがありますので、これにチェックを入れます。そうしますとこのパワービンの項目ができます。ちなみに iPad 版では残念ながらこのパワービンは使えません。ですのでプロジェクト内でコピーして使うような形になるかと思います。ではパワービン表示しましたら、こちらマスターのところを選択していただいて、こちらにドラッグ&ドロップで入れたいと思います。ドラッグ&ドロップしますとこのようにテキストプラスは追加されます。でこちらはこの名前のところをクリックすると名前を変えることができます。お好きな名前を付けていただければと思います。ではこれ再利用したいと思います。今追加したテキストプラスですね、これをドラッグ&ドロップでこちらに配置します。そうしますと先ほど登録したものと全く同じものがこちらに追加されています。このように再利用することができます。しかもこちらのクリップ選択してインスペクターを開きます。そしてエフェクトのところを開きますと、このようにパラメータを調整することができます。このように再利用もできますし、再利用した後もこのように好きなサイズに変えることができます。では最後に枠の太さの変更の方法について紹介します。2つ方法があります。1つはこちらの、エフェクトのフュージョンのところですね。こちらで Z ポジションを使ってサイズを変えます。この Z ポジションを変えるとこの枠全体がサイズが変更されます。縮小拡大されますので、そうすることで枠の幅を変えることができます。ただしこのように縮小とかしてしまいますとサイズは変わりますので、都度調整が必要になります。ちょっと面倒くさい部分があります。もう一つの方法ですけども、こちらフュージョンのページで編集を行います。フュージョンが苦手という方いらっしゃると思いますが、
変更する箇所は1箇所だけですので、まあ、その辺はご心配なく、やり方さえ覚えていただければと思います。では、フュージョンページの移動ですけども、こちらの DVE のところで、こちらにフュージョンの編集アイコンがあります。こちらをクリックしてください。そうしますと、フュージョンのページに移動します。で、このように、ノードが表示されています。ここに DV というのがありまして、これが先ほど追加した DV のエフェクトになります。で、これをクリックして、ダブルクリックしてください。そうしますと、このように展開されます。ちなみにこのビューはですね、拡大縮小はコントロール、Mac の場合はコマンドを押しながら、中ボタンのスクロールを使って拡大縮小ができます。位置の移動ですけども、真ん中ボタンを押しながらマウスを動かすと、このように移動することができます。で、画面が小さいなと思いましたら、こちらでドラッグすると、この領域を広げることができます。はい、では拡大します。まあ、いろいろノード配置されてますけども、使うのはこのレクタングル1アンダーバー1、このノードだけです。これを選択していただいて、ダブルクリックしてください。そうしますと、こちらのインスペクターにパラメータが表示されます。さらにここの中で使うのが境界線の幅になります。この値を左の方へ持っていきますと太くなります。逆に右側に持っていきますと細くなります。これだけです。これで太さを調整することができます。まあ、フュージョンに詳しい方はこちらさらにカスタマイズすることも可能です。まあ、今回はそのフュージョンについては説明しませんので、ここのいじるパラメータだけ覚えていただければと思います。あと戻るときはこちらエディットのアイコンをクリックしてください。そうしますと戻ることができます。このように枠の太さを変えることができます。まあ、こちらも毎回こちらを押して先ほどのパラメータを変える必要があるので少し手間はあるんですけども、頻繁に枠を変えるってことはないと思いますので、まあ、一度サイズを決めたらそれを再利用して使っていただければと思います。はい、以上が解説になります。いかがだったでしょうか。フュージョンを使わずに簡単に枠が作れて、しかも再利用しやすいクリップが作れました。はい、こちら作っていただいて、ご自身の Power BI に登録して編集に役立てていただければと思います。もしこの動画参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。